はい、速稼塾の久保です。ビットコインの価格と歴史を振り返ってみる、そんなね年代ごとの私のこのコンテンツなんですけども、今回はですね2019年についてお話ししようかと思います。2017年で200万円を楽々突破してしまった、そこからですね2018年は50万円台、これを切るところまで叩き落とされました。そして一旦落ちたこのビットコインの価格っていうのは、今度ね上がるときはじわじわと上がってきますけども、これがね底を固めながらの上昇になってくる。そして多くの取引所、企業の参加、こういうのも相まってですね、非常に信頼性の高い復活劇となっていくわけなんですよね。そういう意味で言うと2019年は本格的にですねビットコインが市場に絡み合ってきて、そして市場とともに、金融市場とともに発展していく、そんな起点の年になるんではないかなと思います。それでは2019年のことをちょっとねメモを読みながらお話していこうと思います。2018年の11月15日の終値が59万1000円で、終了したわけなんですけども、2019年の1月3日さらに価格を落として413万344円でビットコインの最初のブロックから10周年が経つということになりました。そして価格なんですけども、この41万3000円を底値にしてですね、これからぐんぐんと上がってくるわけなんですけども、2019年の値動きとね、そのために何が起きたのか、ちょっと順を追ってお話していこうかと思います。1月8日なんですけども、価格は44万です。フオビが日本でのサービスを開始しました。まあフオビはね中国資本の大手取引所ではあるんですけども、これが今後どうなっていくのかってこともね、ちょっと頭に入れておきながら歴史の方をなぞってみようかと思います。4月26日価格は58万飛んで265円です。テザー社の資産不正利用、この疑惑が発覚しました。ステーブルコインのテザー USDT を発行するテザー社及び大手取引所ビットフィネックスに対し、米ニューヨーク州の司法長官が裁判所命令を発令したことが明らかになりました。命令を受けたテザー社は全面否定しているんですが、 USDT の裏付け資産から8億5000万ドル相当の資金を同社の損失を隠すために不正利用していたという内容になってるんですよね。これその後どうなったんですかね。はい、では2019年の5月8日になりますけども、価格は上がっていきます。もう下がることはないと思いますね。ここからね64万4000円として、100万円もう一回復活するんじゃないかなということで、市場も色めきだったわけなんですけども、ここで仕込めた人はね本当にセンスがいいですよね。やっぱり一旦50万円を切るところまで行きましたんで、64万4000円ってのは、お、価格が上がってきたなって感覚なんですよ。いやまだまだ安いよと、適正価格は100万前後なんだよって言える人はあんまりいなかったんじゃないかなと思います。この時、バイナンスがハッキング受けてるんですよね。ビットコインを含め多くの仮想通貨の取引を行う世界最大級の取引所バイナンスがハッキング被害を受けました。現在バイナンスは世界各国から締め出しを食らってますけどもね、45億円相当が盗まれたとされ、日本人も多く利用しているこの海外取引所、大きな話題となりました。日本上場といいますかね、日本にバイナンスが来るというね、日本法人の話もちょっと立ち消えちゃったってことになりますよね。はい、では8月19日になりますけども、価格は100万円を新たに超えてですね、114万2619円、楽天ウォレットサービスが開始されました。ということで、さらに値段が上がることが期待されているんですよ。やっぱり信用ある企業が参加すると、ビットコインなどもね、信用を担保することになりますよね。で2019年の9月17日なんですけども、価格はそんなに変わらないんですけども、111万飛んで5938円、ビットマックスがサービスを開始しました。モバイルメッセンジャーアプリ LINE を提供する LINE グループの仮想通貨取引所ビットマックスですけども、アカウント作られた方も多かったんじゃないかなと思うんですよね。さあそれで最後のニュース、2019年なんですけども、100万円を突破したまま終わります。2019年の9月23日終わり値は100万飛んで64,864円、ICE の子会社バケットでビットコイン先物取引がスタートということで、いよいよねデリバティブとして金融市場にも入ってきたということになります。ニューヨーク証券取引所の親会社である ICE インターコンチネンタル取引所が設立したバケットでビットコイン先物取引がスタートしましたね。こういうふうな有名なところですよね。ビットコインの先物取引はすでに CME や CBOE が開始していましたが、バケットは現物取引を伴う先物取引所ということで初ということでございました。さあここを元にしてですね、2020年はさらに価格に広がりを持たせるんですけども、2020年の前半というのは実はね
価格においてかなりね私たちを不安に陥れる、そんなね値動きが続くわけなんですよ。ここで暗号通貨ビットコインを手放した方は多かったんじゃないかなと思いますけども、私は逆に100万を切った時がチャンスだと思いましてね、100万円を今度上回ったらもうね手を出す気がなくなりますよ、最後の仕込み時期ですよってことで動画で毎日お伝えしていくことを思い出します。その時にビットコインを1枚でも2枚でも買われた方、今ウハウハなんじゃないですかね。それでは本日は以上です。